はい、どうも皆さん、こんにちは、くぼっくんです。今回ですね、デトロイトビカムヒューマンパート4をやっていきたいと思います。前回のパートの続きですね。さあ、再起動から始まったね。どこだ、ここは。なんだ？診断。手がかりを分析する。音声プロセッサー、音声データ破損、損傷。これ見たとこだよね。ここはなんだ？視覚ユニット、視覚障害、マインドパレス損傷。セリウムポンプ、調整器、全システム、節電モードで稼働、故障。最後だね。四つ目。左足と右足のパーツ。欠損、直立不能。さあ、分析完了したね。どういうことだ？足を取り替える。なるほど。這って進んでいけってことだね。オッケーオッケー。さあ、頑張れ、アンドロイド。これはどこなんだろうな。なんだ？分析する。さあ、右足のパーツ。まあ、互換性ありと。起き上がります。さあ、足のけて。OK。新しい足をつけよう。OK。ナイス。じゃあ次は左足だね。右足取り付けたから左だね。さあ、張って。頑張れ。右足だね。互換性なし？マジか。なんかあるぞ。避ける。生きてんのか今の。左足のパーツ互換性あり。オッケーオッケー。じゃあそれ取り付けよう。お、生きてるぞ後ろ。え、生きてたよね今。今痛くない？ナイス。オッケー。足はとりあえず正常に動作したね。立ちますか。なんだ？オッケー。ナイス。あ、これ排気場か。ここアンドロイドの排気場か。うわー、何も調べられないな。故障してるから。頑張れ。暗いな。うわ！え？なんだ？ジェリコ？え？あ、機能停止した。ジェリコ？なんだジェリコって。何があるんだろう。てか抜けれるのかな、排気場から。頑張れ。うわ、すごいなぁ。うわ、すげえよ。なんだここ。うわ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 。頑張れ。抜け出せ。うわ！まずい！抜けろ！ナイス！うわ、いすぎだろ。ちょっと待って。操作が。オッケー。普通に歩いてんじゃん。ここらへん。うわ、悲惨だな、排気場。故障した部品を取り替える。調べますか。何かあるか？
互換性なしか、シリウムポンプ調整器。無理だね。これは、あるか？うわぁ、これも互換性なしか、四角ユニット。どこにあるんだ？奥行くか。うわっ！なんだ？びっくりした。めっちゃ掴んでくるやん。怖っ。調べよう。お、互換性ありだ。やった。うわ！ええ！じゃあ見逃すか。仕方ない。え、これさ、今思ったけどさ、間違えて弟レイを殺したアンドロイド？ん？弟レイを殺したアンドロイドじゃないのこれ。違う？今思ったけど。もういいか、調べるか。お、互換性あり。四角ユニット。これ引っこ抜こう。こんにちは。私は AK700。怖っ。オッケー、取ろう。ご用件は？こんにちは。私は AK。プログラムが異常を検出しました。入れます。メンテナンスセンターに連絡してください。オッケー。ナイス。これはでかいな。さあ、ポンプ調整器を見つける。互換性なし。うん、いっぱいあるね。さあ、こっから見ていきますか。調べます。うお、生きてる？まずいまずい。あー。やっぱもう機能停止してんね。OK。じゃあ奥行くか。ここら辺ないのかな。お、互換性ある音声プロセッサー。やった。これは、もらっとこう。オッケー。すごいな、ノイズが。入れよう。ナイス。うおぉ。自分の耳までおかしくなりそう音が、うおー、あー、これで音聞こえたと。ポンプ調整器を見つける。 OK。 さあ、どこにあるか調べるか。お、これポンプ調整器じゃない。やったやったやった。これ手に取ろう。 OK。オッケー。あと一つだ。頑張れ。のぞけ。頑張れ。入れろ。ナイス。オッケー。ようやく黄色になったね。立ち上がろう。よくやった。坂を登る。オッケー、全部クリアしたね。こっち登りますか。さあ、登るよ。頑張れ。すごいいるな、廃棄された数。しかもなんかみんなちょっと動いてるしな、地味に。
はいはい、登れ登れ登れ、頑張れ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 。頑張れ。うわあ。いけいけいけ。頑張れ頑張れ頑張れ。ここまで来た。ナイス。よくやった。びしょ濡れだ。なんだ？調べる。何を手に取るんだ？え？石。外す。え、何してんの？データ直してるの？え？え、直った今ので、もしかして。任せ。帰ってきた。かっこいい。やっぱりマーカスか。帰ってきたね。かっこええな。始まり方からかっこいい。さあ、死の溝から生還したマーカス。続きはどうなるのか見ていきましょう。さあ、2038年11月6日、ソフトウェアの異常。9時56分。アマンダを見つける。まあ、コナーだね、これ。うん。まあ、アマンダあそこにいるのか。行きますか、とりあえずアマンダの元に。さあ、この橋渡るのかな、多分。け、あれがアマンダか？うん、奥におるっぽいね。コナーはイケメンだな、相変わらず。爽やかイケメンって感じだね。これか？アマンダ。話します。こんにちは。お、アマンダ。コナー、会いたかったわ。ほんまに会いたかった表情なの、今の。よくやりましたね、コナー。よくあの変異体を見つけてくれました。うんうん。それに尋問の仕方も実に巧妙でした。うん、うん、前回の尋問だね。あなたはとても優秀だわ、コナ。ありがとうございます。DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。うん、変異体をどう思いましたか？まあそうだね。変異体をどう思いましたか？変異の兆候、精神的ショックかな。所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。うん、まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようです。そうだね。彼をどう思います？アンダーソン、まだわからないかな。期待通りではありませんでしたが、確実な意見をまとめられるほど情報がありません。残念ながら協力し合うより他ありません。うん、確かに。どう接するつもりですか？適応する。彼の性格に適応します。捜査の利益を考えると彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベスト。なんか評価落ちたっぽいね。どうなんだろう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ、うん、
事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。さあ急ぎなさい、時間がないわ。デトロイト警察だね。アンダーソンを見つけると。なるほど、話します。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ、接続しますね。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。オッケー、通行許可確認。アンダーソン警部補のデスクを見つける。まあ中だね、入れるのかな。オッケー、アンダーソンのデスク見つける前になんかいっぱいあるね。見ていきますか。話す。まだいるのか。事件は解決したはずだろう。延長されたんです。ハンクが聞いたら大喜びだろうな。なんかあるぞ。なんだ、なんかあるよね。なんだこれ。9ミラー。さあじゃああっち行きますか。あっちのデスク。すげえな、アンドロイド警官。ふんふんふん。まあもう警官もアンドロイドですよって感じだね。ウィルソンかな。なるほど。この人は話せる？話せないね。とりあえず黄色いマーク見ていきます。え、何も書かれてない？裏側ってこと？アンダーソン、これじゃん。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。うん、目の前に現れたら驚きだよ。どうも。さあ待ちますか、座ってきますか。さあいつ来るんだろうね、アンダーソン。新しい職場を探索する。立つんかいな。こんなんなんで座った？こんなんなんで座った？アンダーソン警部補の情報を集める。ハンクのデスクを調べる。署内を探索する。まあ結局調べていきますかって感じだね。ヘッドホン。なんだ？再生する。大音量。ナイツ・オブ・ザ・ブラック・デス。ヘビメタ？キッキョンの。ヘビメタか、聞いてんの。電話。ハンク・アンダーソンに電話。もしもし、ハンクだ。今は出られない。メッセージを残してもいいが、かけ直すとは限らないぞ。じゃあな。メッセージを残す。どうも警部補、コナーです。サイバーライフから派遣されました。もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。OK。さあ、分析しますか。さあ、8個もあるね。一番左から見ていきますか。左。これ、コップかな。コーヒーカップ、冷えたコーヒー、カフェインの痕跡。イロハモミジ、アジア、シシトウ。ドーナツ。カロリー 452kcal。飽和脂肪酸 13g。コレステロール 19mg。糖質 51g。詳しく書かれてるなぁ。さすがアンドロイド。さあ、反アンドロイドのスローガン。アンドロイドではなく頭を使え。アンドロイドフリーの環境へ。これか。帽子。デトロイトの野球帽。コットン 90%。ポリエステル 10%。
マッチ、ジミーのバー、木製リンを含む椅子、毛、犬の毛、セントバーナード、うん、セントバーナード犬か。さあ、最後上だね。調べますか。デトロイト市警レッドアイスの売人ネットワークを摘発。国内で50人以上を検挙。凶悪な売人を逮捕し拡大し続けるレッドアイスの悪夢にデトロイト市警が終止符を打った。これにより麻薬売買は推定50万ドルに及ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン刑事はこの何ヶ月にも及ぶ作戦の立役者、立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は捜査員の鏡と称されている。とのことだ。アンダーソン刑事、警部補に昇格。デトロイト市警最年少の警部補に。ハンク・アンダーソン警部補は近年稀に見るデトロイト市警の敏腕刑事で注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイト市警の要として活躍。ファウラー警部は今回の昇進を遅すぎるくらいだと述べ、アンダーソン警部補は所長が共に仕事をした中でも最も才能ある警官であると称賛。警部補は今後も目覚ましいスピードで昇進するだろうと期待されており、すでに未来の所長になる人物と囁かれている。だいぶ評価高いね、アンダーソン。デトロイトで新たにレッドアイスの売人を検挙。ハンク・アンダーソン警部補とデトロイト市警捜査班の長期にわたる捜査の末、1トンにも及ぶレッドアイスが船の貨物室から発見された。なるほど。さあ、これは2027年レッドアイス特捜部。複合捜査チーム2028年のレッドアイス売買ネットワーク排除に貢献と。なるほど。じゃあもう終わりだね。アンダーソン警部補は賞を授与された警官だった。またお会いできて光栄です。なるほどな。嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。めっちゃ言われてんよ。さあ、まだまだ探索できるっぽいね。見ていきますか。デトロイトトゥデイ、ロボット子育て三原則。楽な上に家族みんながハッピーに。国連が第三次世界大戦勃発を警告。ウォーレン大統領支持率 33% に。サイバーライフが子供型アンドロイドを販売開始した当初は、家族を購入することに誰もが懐疑的だった。今や子供型アンドロイドはサイバーライフのベストセラーとなったが、それも当然と言えるだろう。カスタマイズが可能で LED もついておらず、空腹も感じず、育児費もかからず、新しい服を買う必要もなく、言うまでもなく臭いおしめを捨てる必要もない。ワンクリックで完璧な子供が手に入るのだ。ボタン一つであらゆるわがままをストップできる。キャリア重視のカップルや不妊に悩むカップルや子供が巣立って久しいカップルにはうってつけのストレスフリーの解決策だ。さあ2ページ目。37.3% の失業率を考えれば、毎年350万ドルで17年間続く支払いに比べ、たった7500ドルで子供が手に入り、反抗期や大学進学費用の心配もしなくていいとは、まさに賢い投資だ。一生所有し続ける必要もない。だが社会学者のメアリー・ウォラス氏は異議を唱え、ベビードゥーム、出生率の、極端な減少を加速させていると批判する。出生率の低迷はすでに深刻な状態です。このようなアンドロイドの登場でさらに子供を持つ家庭が減ってしまうでしょう。サイバーライフ社ヒューマン化部門長のジェイソン・グラフ氏はこの主張を新しいアイデアに抵抗はつきものとし、この新型アンドロイドを人間化デザインの成功例と自賛した。岩野首相の反発。ロシア首相が大統領の警告に回答。サイバーライフが1兆ドル企業に、世界人口100億に到達。なるほどですね。なんだ？え？めっちゃ切れてんじゃん。署内を探索しなきゃいけないね。報告を聞く。待て。報告を聞こう。ハンクの様子を見る。いけないんだけど。理解を示す合理的な態度、建設的な態度。
理解を示そう。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。うん、パートナーになったことですし、うん、仲良くしませんか。デスクってなんだ、まあ、ポジティブに接しますか。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。デスクしかないね。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。隣じゃん。いいね。変異体のファイルを分析する。 OK、 触りますか。アンドロイド嫌いの理由。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか。うん、一つあるな。一つか。機嫌はよろしくないね。音楽、ヘビメタ聞いたよね。ライトブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど、興味はあります。これで機嫌変わるってなかなかありやな。なかなか気分嫌やな、ハンク。じゃあ犬とか聞いてみる？犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる？まあ、調べたからね。犬の毛が椅子に。うん。犬は好きです。犬の名前は？関係ないだろ。うん。相撲だ。相撲って呼んでる。ツンデレやな、ハンクやっぱり。ちょっとかっこよく見えてきた。バスケットボール聞いてきますか。ギアーズのファンですか。昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか。お前がバーに現れるまで見てたんだがな。ああ。なるほどね。ハウラー警部。ハウラー警部とは長いんですか。ああ、嫌になるほどな。なんか好意的に思ってなかったっぽいね。出勤時間聞いてみますか。このくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。さあちょっと始めますか。ファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。さあ使いますか。事件ファイル、捜査管轄、デトロイト死刑。まあ番号とかはいいかな。事件死別、失踪、被害者ゴードン・ロペス、捜査担当アンダーソン警部補。事件のステータス未解決、アンドロイドの関与あり。待って、さっきの人。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし。アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。事件死別、暴行。被害者チャールズ・ベル。アンドロイドの関与あり。被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店ファーストコニードックでウェイターとして働く AV500-234-777-8212 に襲われたと主張している。被害者によると、アンドロイドは現場から逃亡する前に、突然被害者を突き飛ばし、首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。事件死別、暴行。被害者、サラ・コーンウォル。アンドロイドの関与あり。被害者は所有していた AP700-480-913-8022 に襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。事件死別、失踪。
事件種別失踪、被害者フロイド・ミルズ。アンドロイドの関与はあり。被害者であるエデンクラブのマネージャーは成人用アンドロイド、WR400-641-790831 の失踪を通報。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものと見られる。ん？なんだ？事件種別殺人未遂、被害者レオ、あ、え？レオ。アンドロイドの関与あり。レオ・マンフレッドは父親カール・マンフレッドの自宅で意識を失った状態で発見された。カール・マンフレッドは息子と所有するアンドロイドが言い争っていたと証言。アンドロイドはプロトタイプとされ、現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。え？マジか、ここで来るんか。え？え？事件種別暴行、トッド・ウィリアムズ。アンドロイドの関与もちろんあり。被害者は所有していた AX400 型に襲われたと主張。アンドロイドは数日前に周囲から戻り、過去にも敵意の兆候が見られた。え？知ってる人たちいるじゃん。終わりか。なるほど。入れ好きにしますか。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。理解を示すか。あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですが、そのことは割り切って、捜査は。おい、もう喋るな。うんざりだ。お前はダチじゃないし、お前の助言も必要ない。そんな言わんでもいいよな。一番かな。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありません。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りましたけれど、現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。はい、ということでね、ここら辺でキリがいいんで、デトロイトビカムヒューマンパート4は以上になります。いやー、どうなるんだろうね。一気に繋がったね、あそこ。 AX400 型とか廃棄場に捨てられてそっから戻ってきた事件とか、コナーが今からどう繋がるのか、とっても楽しみですね。はい、ということで、この動画が面白ければ高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ぼっくんでした。おつ、バイバーイ。